安倍総裁、日銀総裁に黒田晴彦起用の全真相。注目の次期日銀総裁人事について、政府は総裁に黒田晴彦アジア開発銀行総裁を当てる方針固めました。前から岩上さん、この黒田さんの名前は上がってましたよね。そうですね、でご本人もやる気満々でしたっけ？だと思いますよ、ね。はい、いかがですか？黒田さんのライバルの武藤さんという方がいたんですね、で武藤さん2008年の頃にもこの日銀副総裁を務められていて、今度日銀総裁になるんじゃないかと本命視されていて、で当時民主党のですね、仙石さんが非常に強く反対されたんですね、財金分離ということを唱えられて、この日銀総裁という人事はその国会同意人事だということでまかりならんという話になりまして、なれなかったという経緯があり、財務省のこの実はその武藤さんの方がですね、ポストは上だったんですよ、お二人とも財務省 OB なんですけど、武藤さんの方は、事務次官までお務めになってて、そして黒田さんの方は財務官、ミスター円と言われる坂田さんのその後のポストだったんですね、だから同じ財務省の OB ということで財務省職は強くなると言われてはいるけれども、どちらになるんだろうという話だったんですけど、黒田さんの方が国際金融畑に強いということで起用されたと、そういうことなんですね、どちらがなってもおかしくなかったのかもしれませんが、北朝鮮に核放棄要求、韓国のパク大統領が就任演説。韓国初の女性大統領となるパク・クネ新大統領の就任式、今日午前11時ソウルの国会議事堂前広場で開かれました。パク・チョンヒ元大統領のお嬢さんということでですね、注目を集めているわけですけれども、北朝鮮に対して断固とした姿勢、また北朝鮮側でですね、大変恫喝的な声明出したりとか、お互いそういうことは言ってるんですけれども、これまで見てきたような光景ではあるんですね、問題は対日関係で、日韓関係、国民感情のレベルで大変今険悪になってしまっていますよね、悪い回転になってしまっている、これを良い方向に持っていく必要がもちろんあるんですけれども、それをこの言うと弱腰だと言われてしまう、そして、そこにですね、パク・チョンヒの娘であるというところがちょっと引っかかってくる可能性があるんですね、日米首脳会談、腰砕けに終わった TPP 交渉、これ成果と報じられてるんですが、岩上さんはこれ腰砕けと腰砕けと言いますかね、全然成果ではないですね。これはどうしてでしょうか。2点がまず指摘したいんですね、今ざーっと新聞の見出し、寺島さん読み上げていただきましたけれども、どれもこれも関税撤廃、関税の問題だけを論じてるわけですよ、でも実はこの TPP というのは関税問題じゃない、実際にはね、それ以外の国内の諸々の制度の問題がある、それには一切メディアは触れません、そして一等的にそれを触れないことによって関税のところの話なんだなって思わしめる、その話、このじゃあ国内の諸制度がどういうふうに変わっていくかということについてちょっと後にして、じゃあその関税のとこだけで言うと、ここはですね、同時に矛盾したことが言われてるんですね、安倍さんは正規なき関税撤廃を前提とする限り TPP 交渉参加に反対するというのは自民党の方針だと、公約だと、こういうふうに言ったというわけですね、正規なき関税撤廃を前提とすると、つまり正規を設けなきゃダメなんだよと、具体的に言うと米とかね、そういうものは正規ですよということなんですね。ところがその共同声明には全ての物品が交渉の対象とされると、テーブルに乗る、しかもこれが一種の聖域にするかどうかということについては交渉の中で決めれるんだ、その後でこの段階で何一つ約束はないということが確認されたんですよ、それを伝え方を、何か大変な成果を得たかのように伝えてるんですね、全然得てないですよ、